はい、どうも、トスクチュードレンのつくもです。ということで、この大空に翼を広げて、今回からアゲハルートをやっていきたいと思いますので、アゲハルートパート1、ということでね、この選択肢に行きたいと思います。はい、もうだいぶ最初の方ですね。アゲハを待つ、小鳥と一緒に先に行くなんですけども、アゲハを待つを選びたいと思います。すぐ終わるって言ってるし、ここで待ってるよ。そう、じゃあ私は先に行く。なんとなく不機嫌そうに言うと、小鳥は先に行ってしまった。怒らせしまったかな。まあいつものことではある。お待たせー。あれ、ハバネさんは先行くって。そう。ねえ葵。なんだ。ハバネさんってさ、私のことどう思ってるのかな。ああ、思わずああと言ってしまった。やっぱ嫌われてる。んなことないと思うぞ。挨拶すれば返すし、あの子の場合嫌ってたらそれすらしない気がする。でも葵とは超仲良しだよね。そうか。だってさ、葵が今一番仲いい子ってハバネさんじゃん。まあ同じ寮に住んでるからな。涼子も飛び噂そうだけど、学校じゃほとんど話さないじゃん。涼子さんはうちの寮生で、俺らと同学年、アゲハの友達でもある。でも学校で話したことはほとんどない。ほら。まあそうかもな。でもなんだよ急に。別に、行ってみただけ。なんか怒ってるかもね。それってやきもちみたいなもんか。はい。いや、俺とお前って幼馴染で、ガキの頃からすげえ仲良かったじゃん。俺、お前のこと親友だって思ってたし、ガキの頃、俺にとって一番の親友といえばアゲハだった。5年のブランクがある今でもそれは変わらないつもりだけど、アゲハから見れば俺は最近小鳥と一番仲がいいらしい。確かに一緒にいることが多い。だからやきもち焼いてるんじゃないだろうかと思ったわけだ。うぬぼれすぎって言いたいところだけど、それもあるかな。葵をハバネさんに取られちゃった気分。情けなさそうに言う。俺別にそんなつもりないぞ。お前のことは今でも一番の親友だって思ってるし、俺が困ってる時にお前が助けてくれたみたいに、お前が困ってる時は俺が助ける。そこんとこもうちょい信用しろ。アゲハはいつの間にそんな話になったんだって顔をしつつついこだね、葵は。うん、今ので元気出た。そうか、ならよかった。でもさ、やきもちと言われればその通りかもしれない。私、葵にやきもち焼いてんだ。俺に？だって私のハバネさん怪獣作戦は失敗したのに、葵とはあっさり仲良くなっちゃって。私って魅力ないのかな。たまたまだろ。葵には人を引きつける魅力があるのよ。なんつって。なんだそれ。どうすりゃハバネさんと仲良くなれるんだろう。アゲハは頭の上で腕を組みながらため息まじりにうなった。飛行訓練ってどうやってやるんですかというところなんですけども、ここからはね、記録の部分になってますんで、また未読の部分がやってくるまで飛ばしたいと思います。はい、というところでだいぶ飛んだんですけども、ここからね未読のシーンなのでやっていきたいと思います。ふぅ、さっぱりした。風呂から戻ってくると、天音先輩はまだ食堂で設計図とにらめっこを続けていた。俺は冷蔵庫から麦茶を取り出すと、扇風機の前に座って、ゆだった体を冷ます。声をかける雰囲気でもないので、俺は風に当たりながら、ぼーっと先輩の横顔を眺める。やっぱ綺麗だよな。集中している先輩は、凛としていてかっこいい。完全に自分の世界に入り込んでいて、他人を寄せつけない独特の空気を発している。普段はどちらかというとぽやーっとしたほんわかと柔らかい印象の人だ。
だから時折こうして真面目な顔をしているところを見るとドキッとしてしまう。そういった二面性も望月天音という人をミステリアスに魅惑的に見せている気がする。ファッション雑誌にモデルとして登場しても全く違和感ないんだよな。この人は美人でスタイルも良く背もすらりと高い。それなのにそういった方面は全くの無頓着で、時には自分が女であることも忘れてしまっているかのよう、もったいないような、それでこそ望月天音だとも思うような、そんなことを思いながら先輩の横顔を見つめていると、図面を睨んだまま先輩がふと思い出したようにつぶやいた。葵くんは私のことが好きなのか？え？あまりにも何気ない言い方だったので、何を言われたのか一瞬本気でわからなかった。答えに困っている俺へ先輩が視線を投げる。何ですって？葵くんは私のことが好きなのか？なんすかいきなり。やだな、今先輩のことを見てたのはそういう意味じゃないっすよ。散々心の中で綺麗だ、美人だとモノローグしておいて、この言い訳は苦しいか。なんだ、違うのか。先輩がちょっと残念そうにつぶやく。はい、というところで、好きですと違います、という選択肢が出ているんですが、ここはね、好きですを選びたいと思います。好きですよ、そりゃ。俺はちょっとドギマギしながら答えた。先輩がちょっとだけ赤くなる。小鳥やアゲハと同じように俺も赤くなりながらささやかなフォローをする。当然じゃないですか、好きじゃなきゃこうして一緒にいたりしません。先輩は俺のこと嫌いですか？そんなことない、好きだぞ、葵くんやみんなのこと。一緒にいて楽しいからな。そうか、そういうことか。どうしてそう思ったんですか？なんで急にそんなことを言い出したんだろう。お風呂に入ってる時にな、小鳥とアゲハは言ってたんだ。葵くんが好きなのは私じゃないかって。なんだそれ、まるで俺が誰かに片思いしている事実は確定しているような言い草っすね。それで本人に聞いてみようと思ったわけですか？先輩は素朴な表情を浮かべてコクンとうなずく。それ聞いちゃいけないだろ、本人に。そうか、そうなのか。先輩はぶつくさ言いながら図面へと視線を戻した。一瞬でまた集中した顔になる。麦茶を飲み終えた俺は立ち上がってグラスを流しに置いた。それじゃあ俺もう寝ますんで。聞こえちゃいねえ。扇風機をそっと先輩の方へ向けると、俺は食堂を出た。はあ、ドキドキした。後ろ手に閉めたドアを背に、左胸に手を当てる。まだ心臓がバクバクいってる。急にあんな質問するんだもんな。あんな綺麗な人に面と向かって好きなのかなんて言われたら、好きかどうかなんて関係なくちょっとときめいてしまうものがあった。俺はベッドに横になるものの、高鳴る心臓はしばらく収まってはくれそうになかった。皆様、長い間ご迷惑をおかけしておりましたが。はい、というところでまた未読の部分まで飛ばしていきたいと思います。はい、というところでね、どの水着を褒めるかっていう選択肢なんですけども、ここでアゲハを選びたいと思います。アゲハかな。なんか違う。はい、葵って女の子の水着褒めるのにそんなさらっとしてないよね。褒めた経験が今までなかったからそんなこと知らん。絶対違うよ。試しに天音先輩の水着褒めてみて。お似合いですよ先輩。ありがとう。ほらほら、すっごい照れてるじゃん。なんで私の時は照れないかな。知るか、幼なじみだからだろ。そんだな、幼なじみって。はい、というところでまた未読の部分まで飛ばしていきたいと思います。はい、ということで、今日の掃除の、今日の当番は誰だったかをアゲハにしたいと思います。
お前だろ、アギハ。あれ、そうだっけ。おいおい、ボケてんのかよ。さてと、さっさと風呂入って寝るか。もし、モーニンググローリーが来たら、すぐに飛ばなければいけない。そのために、機体はシートをかけて滑走路に置いたままにしたよ。もし発生しなくても、そのまま朝からテストフライトできるって寸法だ。少々手荒ではあるが、しばらく雨は降らなさそうだし、仕方がない。俺たちは万に一つのチャンスも逃すわけにはいかないのだ。お？まだ外の、窓の外は暗い。アラームも鳴ってない。なのに勝手に目が覚めてしまった。うん。この感覚は覚えがある。競技会の前日なんかによく経験したもんだ。外はまだまだ暗く、東の空もまだ明るくはなっていない。当番のアゲハが起きてるはずだよな。起きてなかったらとっちめてる。お、いた。おっと、驚かせたか、悪い悪い。と、アゲハが俺を見て、もともと大きな目をさらに大きくして。おきゃー！おお！すごい反応にこっちも驚いてしまった。なんでって、起きてからだけど。いやー、なんか緊張してるみたいでさ、目が覚めちまった。大会の前よくあったよ、こういうの。落ち着いてるつもりだったけど、地味に緊張してるみたいで。そう。どうしたの？何も、聞いてないわよね。鼻歌でも歌ってたとか？いや、聞いてないならいいの。うん。何か言ってたのか？いや、何も言ってないからね。別に何も、聞かれてまずいことなんか何一つ。ん？何なんだ一体。起き抜けで頭がまだよく働いてないので、追求する気力が湧かない。で、どうだ、空は。今んとこそれっぽい気配なしだよな。外に出た時から分かっていた。気温が未明なので涼しくはあるが、記録にあるような寒いくらいの低下は示していない。風もまたほとんどなく、空も一面の、いや満天の星。綺麗なんだけどね。そうだな。空が綺麗ということは、望む現象が起こりそうにないということだ。ダメっぽいな。そういうこと言わない。だな、悪い。競技が始まる前から負ける話をするのはタブーだもんな。俺が言われてちゃ世話がない。それにしても空に輝く星々の配置がこんな時間なのでかなり違う。いわゆる夏の星座は西に消え去り、空に輝いているのは秋のペガサス座の四角形とか、カシオペアのダブル G ですかね、とかそういうもの。多分東の地平線あたりには冬のオリオン座もちらりと姿を覗かせていることだろう。寝てる間にこういう星が頭上に出てるなんて変な感じだよな。だねー。アゲハは目をキラキラさせて星空を見上げている。多分俺も同じ顔をしているはず。すごい、不思議。何か？いろいろ。何から何まで。空の星も、それをこの時間に見ているのも、この場所にいるのも、葵といるのも、何もかも。そうだな。昔の私たちに、何年かしたら、魔女の館でグライダー飛ばすために明け方の星を見るんだぞ。なんて言ったらどうだったかな。信じないな。でしょ。あの頃はここはとにかく怖い場所だった。秘密基地でいつも遊んで、遊び疲れたら古臭い商店街に戻って、太陽圏でラーメン食って、家に帰ってバタンキュー。もう戻らない、懐かしい日々。そうだよな。俺が引っ越して5年して戻ってきて、魔女の館で仕事して、グライダーで明け方の空を。口にすると嘘みたいだ。
葵には感謝してるよ。俺に？うん、葵が戻ってきてくれてここの寮母になって、だから天音先輩と知り合いになれてグライダーなんてものにも関われた。そうでなかったら普通にロボット部で大会目指してただろうからね。悪いことしちゃったか？んなわけないっしょ。自分のこととして目いっぱい楽しんでるよ。だからありがとね、葵。いい顔でアゲハは笑った。こんな時間なのに眩しく見えるほどに。そしてアゲハは改めて星空を見上げた。俺はその顎や喉の線に見入った。昔と全然違う、その女らしい丸みを帯びた白い輪郭だけど、昔の面影もそのままあって、その姿に俺は一度思いを口にして告げて、いや慌てて俺も顔を上げた。視界一面星空。あんちゃんの作ったものがこの宇宙を飛んでるんだよね。ああすごいよな。あれ聞いてさ、すごく気合い入ったんだ私。グライダー？うん、自分の作ったものが誰も見たことのないすごいところへ行ってすごいものを見てくる、それって最高にかっこいいと思うんだ。そうだな。俺は東の空に目を凝らした。この時間帯、地上より先に陽光を浴びた人工衛星が肉眼でも見えることがたまにあるらしい。そこをアンちゃんの作ったものが飛んでいく。かっこいいよな、確かに。俺たちも飛びたいな、誰も見たことのない空を。飛べるよ、葵なら必ず。だといいな。俺たちは並んで東の空を見上げ続いた。少しだけ紫色が滲んできたような気がする。来ないかな。相変わらず雲はなく、モーニンググローリーが発生しそうな気配はない。それでも俺たちはいろいろなものを思い描いて明け方の空を見上げ続けていた。お腹すいた。はい、というところで今回はね、以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。